いそうでしょうね。まあかなり緑があるんで、まあでもこれ第2戦ですよね。まあ第2戦でまあ別にまあ本一白トイトイとかでね、まあさあ初も積もりまして、まあまあまあ羽根番ぐらいあったらいいかなというところではありますけど、どうしようかなって感じですね。さあリアンスをポンしまして、まあ普通に、しかもこれトンプー戦やからね、トンプー戦やからそんな無理しなくてもいい。あーいいじゃん。さあポンしまして、初がちなみにさあトイミは国士行ってるんであっちから出ないんですけれども、カミちゃんが初を持ってるので、まあカミちゃんをポンしてみたいなね。さあーさあローソンだからですね、ローソンを我関せずで、さあアイテンバイ。さあトイミあだあー、切り遅れたな。あともう一巡ね、もう一巡早く切ってたらね、よかったんですけれども、まあ、悲しいですね。あんこ系かなーって感じですかね。まあ、ペー抜いて、あーさ、キューピン、ペー抜いて、さ、ウーピン引いて、さ、カンして、E1 引いて、さ、さ、さあ、まあ、ズバ、さ、ズバ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 、テンパイ。なんでなんでしょうね。なんでこんなズバ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 引くんでしょうかね。あーはいはい。おかしいな、こんなにあんこってズバ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 引くんですかね。明らかに引きすぎなんですよね。速やかにチュンってか、速やかにチュンってか、もうシンプルに強い。あのもうシンプル、ドシンプルに強い。もうイーシャンテンなんですけれども、ああさあ違う、あいテンパイ。さあテンパイリーチしてもいい気もするけどね、もうもはや。普通に強いから。まあ全然リーチでも悪くないんじゃないかなと思いますけれども、さあチュンが泣けるかどうかですね。チュンポンできるかどうかなんですけど、チュンがさあ、でも誰も来ないですね。さあ誰もチュン来ない。まあでもこのまま、ああ見逃して。さあ見逃しまして、あーポンしまして、あーテンパイ。ああまあ強かったけどね、十分。あまあでもまあ第3ゲーム積もれるならね。まあ別にあの積もれるなら、それはまあね、3層玉で見逃した方がね、まあもちろんそれはいいですからね。はい、玉の間。まあ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 、サンマの天砲はね、サンマの天砲は言うても10万分の1程度ですからね。10万分の1ってね、それはまあある程度簡単ですからね。ペーペー抜いて、まあどうしようかなというところですかね。さあペー抜いて、E ピン。さあペー抜いて、さあパーピン。まあ微妙、まあ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 いいけどね。いやまあ、まあ形はいいけどね。さあ、イワンポンしまして。さあ、イワンそのポンで、そのポンでどうだ。で、カミチャーがなんかちょっと自敗がね、まあ多いかなというところではありますけど、E ピン中に泣きたいなっていう感じですね。E ピン。そうですね。でも、カミちゃんがなんかちょっと国士っぽいムービング。さあ、ポンしまして、まあいいところ。で、チュンがカミちゃん持ってるんで、ちょっと出なさそう。ああ、さあ、カンしまして。さあ、あの、元気よくね、元気よくポンポンカンしまして、まあまあ、普通にいいですけどね。結構まあまあ、またテンパイはしてないけれども、そこそこいいとは思うんですけれども、まあ、どうなんでしょうね。どうなるんでしょうね。ああ、一体どうなるんでしょうね。で、シャーポン、シャー風ですね。シャー風ポンして、ああ、さあ、なかなかテンパイしない。そうですね。これ、感謝ことによって国士潰れましたね。うん。で、あちらテンパイ、さあ、ポンしまして、さあ、こちらもさあ、テンパイ。さあ、何待ちとスーピン、イーソー待ち。どうだ、こっからどうなるんでしょうね。あ、こっからいい、ああ、さあ、あちら、リーチ、一番、ああ、ああ、あれ、ああ、ん?カミちゃん?あれ、なんか、カミちゃんが普通にテンパーじゃん。あー、裏 6! あー、なんか、一発赤と裏6で、あー、ちょうど風よ。手なりですかね、まあ。まあ、そうず、あー、そのポンで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 、そのシャーのポンで、そのシャーのポンで、さあ、E ピン引きまして。あー、だいぶ、ちょっといい感じにピンズがね。あー、ピンズが、まあ、結構いい形になってきて、さあ、ウーピン引きまして。あー、だいぶ強い。あー、さあ、カンしまして、さあ、カカンしまして、あー、でも乗りましたよ、乗りましたよ。さあ、神ちゃん、神ちゃんも能力者か、これは。あー、ドラ乗せるタイプの能力者。いや、だいぶ強いよ。で、こちらが、一応、リャンシャンテンかな。まあ、ピンズね。まあ、ズバズバ引いてくれたら嬉しいんですけど。あーさあ、じゃあ、テンパイ?さあ、じゃあ、テンパイ?で、さあ、ちょっと、カミちゃんの能力にビビって、ちょっとこっちが無駄積もしてるな。カミちゃんの能力、あーさあ、無駄、あーちょっとだいぶカミちゃんの能力が効いてる。まあ、カミちゃんも普通に強いですね。で、こっちは、あーさあ、3ピン引きまして、あー、そのボンで、そのボン、あー、そのボン、あー、そのボンね。
そのポンで、そのポンで、そのポンで、さあ、あい、チェンパイ。さあ、その間、その間で、その間で、忙しいぞ。そのポンで、だったり、その間で、だったり、すごい忙しい。で、どうでしょうか、やつは。いいピンね、いいピンで上がりたいんですけども、いいピンがね、残り1枚しかないんですよね。なんで、まあ、ちょっと厳しいから、あーだーだあー、まあ、さすがにね、その、缶とかポンとかしまくってたからね。あー、これはさすがにもう、という面が、やっぱり、まあ、責任払い食らうべきですかね。はい、銀の間。あー、山の顔ちゃう。あー、山6ね、トンパツね、これね。トンパツでチーホーはね、マジでやる気なくなるからやめてあげて。はい、ターチャの役満を食らってみようのコーナーなんですけれども、トイメンがペーペー抜いてるんで、まあおそらく神茶なんじゃないかな。まあパピンね、はい。あ、まあパーピンだったら、まあおそらく神茶がやってるんじゃないかなっていうところではありますね。トイメンが明らかに普通なんで、あ、パーピンパーピンやってますね。さあ、で、どうでしょうね。なんかね、ここね、ここあのトーン一曲で終わってるから。トーン一曲でなぜか終わってるんですよね。さあ、あ、そろそろやばいか。そろそろ、そろそろやばい。そう、あ、大丈夫。さあ、まだ大丈夫。そろそろやばいんじゃないか。あ、さすがにちょっと警戒しといた方が、まあ、そろそろいいかもしれないですけどね。あああ13名。ああ、ちゃんとぶっ飛んでしまいましたね。ペイ発チュンどっかね。ペイ発チュンどっか、ああ、発行きまして。はい、発行きまして。まあ、ペイもまあ、ひどしいですね。速ポンしまして。ペイがちなみに、いや、これペイきついね、さすがに。ああ、さ、ポンしまして。いや、これペイきついでしょ。だってもう2枚飛んでるからね。2枚飛んでるというか、もうその2枚見えてるんで、まあ、こっからだから、あとそのね、もう残りの2枚のうちの1枚引いてこないといけないんで、まあ、相当厳しいかなーってなところではありますけどね。で、初がトイメン1枚持ってるね。初がトイメン、あーさ、引けない？さ、引けないよ。さ、なかなかペイが引けない。あーさ、初が出まして、さ、あーい、テンパイ。あー、ちょ、マチが、あー、マチ、あーさ、あー、ソロボンで、ソロ、あー、じゃあ、あー、ちょっとね、少数紙はつかなかってごめんなさいね、やね。あー、ちょっと安くなってしまったなーっていう謝罪かな。ちなみに何待ちでしょうのコーナーなんですけれども、だいぶ想図がね多いですね。かなり想図がいい形になっている。あー、これね、まあ老僧とか引くとねだいぶややこしい。あー、スーソー引きまして、あー、ややこしそうですね。あー、ローソン行きまして。さあ、どうでしょうか。今はテンパイしてないですね。今は多分テンパイしていないんですけれども、まあ次ですね。次、ソーズのどこが入ったら、まあ、何待ちでしょうになるんですけども、はい、テンパイ。はい。はい、何待ちでしょう。ややこしいな。あー、じゃあ、あ、それ待つもですね。これはね、めちゃめちゃ多いですね。あ、ちなみになんですけれども、この街はですね、1、2以外、あ、7面ちゃんですね。